一週間前、私がちょっとしばらく用事があって、留守にして、今日帰ってきたばっかりだよ。その間、ピンチヒッターのシークに任せてましたけどね、今日帰ってみたら、結構大きくなってましたよ。4日だから、5、6、7、8、9。5日目か。5日目。挿絵をね、食べさせてもらって。もう、これなんかが、これと、これはまだね、ちょっとつるっぱげでなってますけどもね。これかな、これかな、こっちかな。今度これはね、こっちは、片目しか開いてなかった子ですけどね。もうそこそこ大きくなりましたね。これも目が開いたばっかりだったですね。今もうこんなにでかい目になってます。もうちょうどね、ご飯前なんですよ。だからお腹は減ってるのかな。その時に一番大きかったのが、まあ4日、4、5日前ですけどね。あの時一番多かったやつ、やっぱ一番大きいですね。はいはいはい。ただ2時ごろと食べさせたのが少し残ってるね、まだ。はいはい。いや、下ろしますよ。行きますよ。はいはいはい。その次に大きかったのがこれ。ですね。まだまだ全然毛は生えてないけど、なんぼがマシになりましたね。ああ、餌団子がもうびっかしついちゃって。はい、ちょっとこう、あんまり蹴ると痛いからね。はい、はい。潰してやる。ああ、ごめんごめんごめん。これ、ここも餌やろ。ね。はいはい。これは2番目の。これですね。あ、上がってきましたね、一番でかい子は。這い上がってきましたよ。うん、はいはい、今すぐやるからね、餌をね。これは、シナモンが来ました。シナモンかね。これ、天の理です。これは2ヶ月ぐらいになりましたね、もう。どうもオスっぽいですよ、鳴き方が。はい、元気いっぱいです。随分小さいですね、まだ。でも、元気育ってる方ですよ、これは。あんな小さいからね、どうなるかと思いましたね。